長体風味は新末民発の政治家。民国期に三世省を統治した遠釈さんの副診である。字は次郎。貧しい家庭に生まれたが、学問において次第に名をなし、1893年には都が試みで列一等第一を得た。その後、三世大学堂などで教鞭をとる。1905年冬、日本へ留学し、公文学院に入学した。 この時に、孫文の三民主義思想に傾倒し、蝶大夫文も中国同盟会に加入している。また、この時に、遠尺山と知り合い、炎の一時帰郷に同行して帰国した。その後、炎が革命派による放棄を起きとすると、蝶はこれに参画している。1912年3月、遠尺山が炎尺、張は炎による山西統治に内政面で貢献した。 特に地方組織や教育に取り組み、園の申請推進を支えた。1926年、園の指示を受けて、長は厚生省に向かい、省会席との交渉役を務めている。1928年2月、園が国民革命軍第三集団軍総司令に就任すると、長は同軍の総参議権政治訓練部主任に就任した。同年6月、園の軍が、 北京、天津方面へ進軍すると、蝶はジャハル都道に任命されている。朝体分別へその後、朝体風味は遠釈山の推薦により南京へ派遣された。国民政府中央で、毛蔵委員会副委員長、内政部次長、観察委員長を歴任している。小解析と縁が対立した際には、蝶がその調提役を務め、衝突を回避しようと図った。 しかし、最終的に1930年の中原大戦に至り、円は敗北した。円尺山が1932年2月に、大元水税公所主任として復帰すると、町大府府も三世に戻り、公所総参議に任命された。そして、円のために、山西省、生10年計画を立案し、地方建設を推進している。1935年に、円が、 反共組織である首長行動団を結成し、その相談長となると、長が副相談長を務めた。1936年5月、長は三成小政府主席に任命されている。さらに縁が組織した三成自供級国同士会で副会長を務めた。1937年、日中戦争が勃発し、縁柵山が第二戦区司令長官に任命されると、 蝶太風味は第二戦区長官部政治部主任となり、公選意識の公用に努めた。1939年には中国国民党賛成省党部主任委員となる。しかし、この頃にはすでに高齢と病のため、長は政務、党務を他の者に委ねている。1943年12月17日、蝶太風味は山西正吉地検で病没した。 去年77、ありがとうございます。